このプログラムはどこにいても寝巻きのままでも台風の日でも受講できるオンライン外国語教室ミッチの提供でございます。講師は私ミッチで、英会話、中国語、スペイン語、そして日本語のレッスンをご受講していただけます。またご家族やお友達と一緒にご受講していただいても一人分の料金です。共通のご趣味に外国語なんていかがでしょうか。ご興味のある方は今すぐ私のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせください。皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。ミッチです。はい、今日これから練習する漢字はこちらになります。はい、これからですね、これらの5つの漢字を使って読み方の練習、そして書き順の練習、そして最後に確認テストっていうような形の流れで練習してみたいと思います。さあ、そしたらですね、まずはじめにこれらの5つの漢字を使った単語を準備してきましたので、そちらの単語の方のですね、スライドをこれからお見せいたします。なので私皆さんでですね、大きい声で読みの練習をしてみましょう。よろしいですか。それでは3、2、1、はい。誤解を解く、誤解を解く、問題を解く、問題を解く、許可を得る、許可を得る、許す、許す、会社を設立する、会社を設立する、条件を設ける、条件を設ける、身分証明書、身分証明書、確かな証拠、確かな証拠、公表を得る、公表を得る、評判が良い外国語教室、評判が良い外国語教室。あ、これ僕の行っているオンラインレッスンのことですね。はい、はい、次行きましょう。はい、そしたらですね、本日のターゲットとなっている漢字の書き順をこれからですね、画面にお見せいたします。なので皆さんも指を画面に、コンピューターないしテレビまたは携帯の画面に向けてですね、指を出していただいて漢字を書く練習を一緒に行ってみていただけたらと思います。よろしいですか。じゃあ始めます。誤解の解や問題を解くのと、誤解の解、誤解の解、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 誤解の解、誤解の解、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 誤解の解、誤解の解、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 許可の許や許すのゆる、許可の許、許可の許、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 許可の許、許可の許、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 許可の許、許可の許、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 設立するの設や条件を設けるのもう、設立の設、設立の設、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 設立の設、設立の設、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 設立の設、設立の設、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 身分証明書の証や確かな証拠の証、証拠の証、証拠の証、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 証拠の証、証拠の証、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 証拠の証、証拠の証、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 
小、小、小。好評を得るの評や評判の評。評判の評、評判の評、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 評。評判の評、評判の評、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 評。評判の評、評判の評、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 評。はい。そしたらですね、先ほど練習した5つの漢字を使った単語のですね、スライドをもう一度お見せいたします。なので、私、皆さんですね、大きい声で読みの練習をしましょう。準備よろしいですか ?3、2、1、はい。誤解を解く。誤解を解く。問題を解く。問題を解く。許可を得る。許可を得る。許す。許す。会社を設立する。会社を設立する。条件を設ける。条件を設ける。身分証明書。身分証明書。確かな証拠。確かな証拠。公表を得る。公表を得る。評判が良い外国語教室。評判が良い外国語教室。そしたら今度は先ほど一緒に声を出して練習した漢字の読み方の確認のテストを行います。これから先ほど練習したスライドをシャッフルしてお見せいたしますので、皆さんはその漢字の読み方を答えてみましょう。よろしいですか ?3、2、1、はい。そしたら最後に漢字の書きの確認テストを行いたいと思います。これからスライドをお見せいたします。で、そのスライドの中に下線が引いてあるところがありますので、そこの下線に当てはまる漢字を皆さんのノートとかですね、何か広告の裏とかに書いていただきたいと思います。で、答えの方はこの動画の概要欄に書いてありますので、最後にそちらの方で確認していただけたらと思います。じゃあよろしいですか?じゃあ始めます。3、2、1、スタート。
今日は以上で全て終了になります。皆さん最後までどうもありがとうございました。それではまた後で。